カメラがちゃんと撮れてないですね、向きがね。もう夢中になっていたんですね、この時はね。何回も同じとこぐるぐる回ってようやくね方向が分かってくるみたいな、そんな感じですよねと思ってたんだよ。だからこんなホテル泊まってんだよね。まあ初めてのヨーロッパ旅行なんでしょうがないんですけどね、このいう宿泊を節約していればですね、もっと旅はできたんですよね。まあドライブ旅のね最大のいいところはね、大荷物でも大丈夫っていうところなんですよね。なかなか見えない外ですね。おお、いいね。ヨーロッパの街並みですね。朝の感じ。ベランダがね、いちいちくっついてるのがいいね。いいね。多分あれね、カジノの建物じゃないかなと思うんだよね。カジノの近くだったと思います。じゃあ今回はね、ここら辺で一旦終わって、また次回に続くという感じにしようかなと思っております。運転が始まったらまた、その後はまた次回ということにしたいなと思います。まあこの後はまた次回ということで、ではさよなら。今回もね、何度か分かのやつをまとめて紹介します。前回の解説はどこまで行ったかというと、ポルトガルからスペインに入ったところで終わっているはずでございます。ムルシアというところまで行ったかもしれませんね。今回はそのムルシアあたり、スペインですね、7カ国目でございます。ムルシアっていうのはですね、まあその前からだとちょっとマラガあたりまで前回紹介したかもしれないね。マラガっていうのが、アンダルシアなんですね。そこからひたすら高速でね歌を歌いながらですね、グラナダ県入っていて、アルメニア県、そしてムルシア州っていうのは小さくてですね、まあこの中も分かれてるんですけど、以上ムルシア州ということで書いております。でね、多分ねここに泊まったんじゃないかなという感じなんですよね。もしかしたらこの前後かもしれません。でその次の日ね、バレンシア州、オレンジで有名なバレンシアに入っていくわけですね。アリカンテ県、バレンシア県、カスケリョン県っていうところを通ってきます。そしてカタルーニャ州に入っていきます。タラゴナ県、バルセロナ県のバルセロナで泊まりましたね。もう運転しなくてね、頭がねちょっとね疲れちゃってですね、間違えてね1泊2万円ぐらいのね高級ホテルに泊まってしまったんですね。オリンピックの選手村に使われていたやつで、結婚式なんかでね使えちゃうような、そういうホテルでしたね。もったいないことしましたね。後で考えたらね、その近くに安い宿なんていくらでもあったんですけどね、まあ車の中で寝てもよかったのにね、ちょっとね運転のしすぎでね判断がつかなかったんですね。ジローナ県ね、ジローナ県、次の日ですね、カタルーニャ州のジローナ県を通っていって、フランスに入っていきます。フランスはね9カ国目ね、オクシタニ地域圏というところに入っていきます。ピエネオリアンタル県というところに入っていきます。でオード県、エロー県、ガール、フランスではね、エオとガールはね隣、いつでも隣合わせでございます。でガール県をね通り過ぎて、オクシタニ地域圏を抜けて、今度、プロヴァンスアルプコードダチュールというところに入っていきますね。ブーシュデュローヌ県というところに入っていきます。そしてバール県ね、バール県、そしてアルプマリティーム県というところに入っていって、モナコ県、モナコ公国のモナコ市に入って泊まるという、今回そんな感じになっております。モナコ公国で中華国目ということになっております。1996年の3月18日月曜日、モナコで目覚めた日の日記でございますね。お昼頃ガソリンを入れておりますね、山の中で。多分ね、この日はね、モナコから出発して北部、イタリアは行かなくてですね、スイスの
方に向かっておりますね。途中の山の中でガソリンを入れております。多分105フランじゃないかな。3時47分にももうガソリンを入れております。曇り、こうなんとか曇りなんとかって書いてあるけど分かんないね。で18時にジュネーブに入ったってことですね。なんだこれ、トキちゃんの歌だって。トキちゃんって誰だろうな、分かんないね。適当に書いてたんですね。私だけの自分は私の私のなんだろう、私のなん、私のなんとか彼に、なんとか彼に預けて、私のあなたに預けて、私だけの自分は私のあなたに預けて、私だけの時間は私のあなた邪魔された。シャンパンとジャージャン、なんだろう、ジャパンとジャージャン、ジャパン、なんだろうこれな。で、ジュ、ジャパンとジャー、ジャージャン、ジージャン、ジージャン、ジーパンとジージャンかな。ジーパンとジージャン。どこだ。白いシャツ着こなして真っ青な、真っ青なかっこよさと、パジェロかな、パジェロ、パジェロでかっ飛ばすトキちゃんかっこいい。